参政党の武田邦彦です。参政党ではお母さんを大切にという基本的な考え方を持っています。お母さんはなくてはならない存在であり、子供を産み子供を育てるという日本のいろいろな仕事というか行動のうちですね、最も大切な部分を引き受けていますし、さらにお母さんが素晴らしいのは24時間365日たゆまずお母さんとしての仕事をしておられます。もうこれはですね、もうサービス残業とかいうことを超えた、まあ、本当に奉仕的な立派なお仕事です。これは日本ではですね、高く昔から評価しておりまして、いわゆる結婚したら戸籍を作るというのがそれに当たっております。つまり西洋ですと労働契約ということになりますが、日本ではそんな労働契約みたいな野暮ったいことではなく、結婚と同時に戸籍を作ります。戸籍がある国というのは世界広しといえども、日本および日本の文化に影響を受けた国7カ国しかありません。つまり家庭というものを大切にし、お母さんは極めて大事なんだということが制度的にはっきりしていたのは大昔から日本だけということになります。そこでお母さんも大切である、それから今は女性の人生も多様化してますから、社会に出て子供は保育園に預けるというお母さんも立派でありまして、その人生をどのように過ごすかというのはお母さん本人がお決めになることであります。国の方が働く女性は大切だけど、自分で自分の子供を育てるお母さんはもうどうでもいいというような政策が取られておりますが、とんでもないことで、やはり国民一人一人が自分の夢に応じて人生を送ることが大切ですね。その意味では例えば1人目のお子さんは預けて自分が働いたけども、2人目のお子さんの場合は自分がずっと見て育てたいというお母さんももちろんおられるわけです。そのように多様化した人のいろいろな人に対して上から目線で政策を決めるんではなくて、お母さんが自らこういう人生を送りたいということを支援するというのが参政党の考えです。政治に参加するという参政党の文字の意味はですね、そこにも表れております。お母さん頑張ってください。